はい、今回はですね、コメントでもいただいたんですが、12月ぐらいにですね、こちらのね、ゲームキューブのアケコンをですね、やりました。で、ゲームキューブということで、Wii でも動きませんかというね、コメントが数件あったので、ちょっとやってみたいと思います。まあ、おそらく、Wii のソフトでも、なんだろう、ゲームキューブ、GC コン対応と書いてあれば、動くと思われます。ですが、ちゃんとね、やってみないと分かりませんので、とりあえず、このね、GC 用に作られたアケコンをですね、Wii のソケットに挿してみたいと思います。右側なんですよね、これね。右側から1234なんでね、気をつけなきゃいけません。さあ、セットされましたよ。使うソフトはね、一応こう、GC コンに対応しているといったものを用意しました。で、まあ、これなんだっけ？カプコンのやつですね。裏を見ると、ゲームキューブのコントローラー対応と書いてあります。で、こういうやつを選べば、おそらくいくと思いますよ。まあ、特にね、格闘ゲームなんかは、このアケコンでいけると思います。アナログスティックとかがついてませんので、まあ、すべてをね、GC コンって書いてあるすべてをプレイできるわけじゃないと思います。まあ、用意するソフトがご覧のようなね、対戦格闘ゲームならば、おそらく大丈夫と思います。あとはこう、WiiWare とかで、なんだっけな、ゲームキューブコンに対応してるとかありましたんで、そういったものも動くと思います。よし、起動しましたね。あんまりやったことないんですよね。でも確か、楽しかったイメージがあります。タツノコですね。タツノコ。タツノコプロとカプコンのキャラが戦うというやつなんですけど、もともとアーケードですね。あ、ちゃんとね、出てきてますよ。コントローラーにゲームキューブのコントローラーが入ってるから、Wii リモコンが使えないということになってますんで、認識してますね。まあ、その段階でいけそうです。つかもう動いてますね。動いてますんで、いけそうですよ。あとは、使い勝手といったところでしょうか。はい、タツノコプロ。ガッチャマンとかね。あとなんだろう。いっぱいあると思うんですけど、忘れてしまいました。ゴールドライタンとかもあってね。これはアーケードかな。ちょっとね、画面がちっちゃくて申し訳ないんですけど、どうしてもこうね、アケコンと一緒に映したくて、このような感じになっちゃってます。まあ、キャプっても良かったんですけど、ちょっとね、今なんだろう体調が正月明けで良くないというか。お、始めました。あ、ロックマンだ。ロックマンのなんていうのかな、ロックマンダッシュの人かな。おう、竜はやぶさじゃないな。竜だ。ロックマンがいる。これからか。よし。あれ、キャラクターが変わっちまったぞ。ボタンが違うね。ちなみに自分は、この紫のタイツの人と、竜です。この間撮った時はね、結構うまくいったんだけどな。今日なんか調子悪いな。天気のせいでしょうか。よし。わかってきたぞ。思い出した。思い出したけど、全然よしよしよし、分かってきた分かってきた。ちょっとね、ストリートファイターシリーズとは若干違うんだよね。入った入った入った。やっぱね、スティックだと入りやすいね。ハドゥーケン、ハドゥーケン出た。なんか上の方に画面が行っちゃうと自分が見えなくなるときあるんで、
ちょっとね、ストリートファイターシリーズとは勝手が違いますけど、なんかこうコマンドもね、シビアじゃなくて好きなんですよね。こんな自分でも結構出ますよ。あら。おお、打ち消した。必殺。おお、これなんかね、気持ちいいんだよね。もう全然ね、ゲームキューブのアケコンで、Wii のソフト動かせてますよ。まあ、あのね、対応って書いてあるからこそ、あ、ちょっと待って、敵キャラ、ビューティフルジョーになった。ジョーだ、ジョー、ジョー。ジョーはカプコンのキャラですね。よくやがったか。よし、よし、よし。あれ、昇竜拳。よーし。あれ外してしまった。強いな、なんか今日。この間結構ね、楽勝だったんだけどな。今日なんか、微妙になんか互角だな。もうちょっとスムーズだったんだけどな。よっしゃ。あ、防がれたか。ハドゥ、あ、やられちゃったんじゃない？でも大丈夫だ。タッグだから。もう一人いる。この人ちょっと操作の仕方がわかんない。まあ大体コマンド一緒かな。コマンド一緒だろう。どうだ？なんか出てるね。いや、なんかやっぱ心地いいですね。このスティックってね。あんまり馴染みはなかったんですけど、ほんとここね、数年で使ってきて、あ、こういうスティックもいいんだということで、KO I win。 いやー、いいなー。これも結構ね、前やったこうソウルキャリバーに続いて比較的楽ちんにコマンドが入っていいですね。まあこんな感じですよ。ちゃんと GC なんですけど、 Wii で使うことができました。ただし GC コン対応と書いてないと動きません。まあそんな感じでね。その後ね、結構ハマっちゃって、いろいろとね、やってみました。左側はそのままね、続きでやってたんですけど、ゴールドライタン戦ですよ。焦りました。異様にでかいのね、敵ね。そしてこっちがえらいちっちゃくて、こんなちっちゃい竜見たことないみたいな感じになってます。右側の映像がね、グラディウス・リバースというやつですね。こちらも普通にこのアケコンですね、ゲームキューブ用アケコンで動作することができまして、でやっぱりね、いろいろとディスク突っ込んでみて見た結果か、裏見た時にゲームキューブコントローラー対応とね、書いてあれば、大抵は動きます。動きますが、あくまでも、今回のね、アケコンは、スティックがないので、スティックはありますけど、なんていうのかな、アナログスティックか。アナログスティックがありませんのでね。そういったね、たくさんボタン使うやつは、使えないと思います。